カイマンは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、ワニの一種、アリゲーターかカイマン赤に属する六種のワニにちなんで命名された。メガネカイマンコビトカイマンカイマンは当初、キツネアマダイカのスペイン語総称にちなみ、ブランキーオの艦名で、建造予定であったが、1942年9月24日に、解明された。 1943年6月24日に、コネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1944年3月30日に、R.C. ボンジュール夫人によって、命名、浸水し、7月17日に、艦長ジョンビーアズアーチューサの指揮下収益する。その後、カイマンは、新珠湾に開港された。11月13日、カイマンは、 最初の紹介で南シナ海に向かった。ところが、経由地のサイパン島に向かう途中で、アズアー艦長が体調を崩し、サイパン島に到着後艦長が急遽交代。フレデリック・シー・ルーカス・ジュニアが艦長代行となった。カイマンは紹介及び遊軍機パイロットの救助任務に当たった。アメリカ軍の潜水艦及び航空機による攻撃で、 日本の戦団の行動は大幅に縮小されていたが、それでもフィリピンに対する輸送活動が続いていた。しかし、カイマンは、この紹介で敵艦と遭遇することはなかった。1945年1月22日、カイマンは62日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島サイパントを出撃以来空席だった艦長のポストには、ウィリアム・エルフェイ・ジュニアが着任した。 2月18日、海満は2回目の紹介で、南シナ海及び、タイランド湾に向かった。この紹介でも、敵艦との遭遇はなかったが、3月2日には、北緯02度20分統計104度46分、北緯2.333度統計104.767度、2.333104.767の地点で、緑十字線泡丸を発見した。4月6日、 カイマンは48日間の行動を終えて、スービックワンに帰島した。4月28日、カイマンは3回目の紹介で、南シナ海に向かった。6月11日、カイマンは、北緯01度00分統計108度54分、北緯1.000度統計108.900度、1.000、108.900の落ち点で2隻の小型スクーナーを撃沈した。 日本軍がスクーナーを使用していたことは、近代的な船舶のほとんどが失われていたことを表していた。6月27日、カイマンは62日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。7月22日、カイマンは4回目の紹介で、ジャワ海方面に向かった。この紹介では、通常の紹介に加え、3つの危険な特別任務 ジャワ方面やセレベス島への特別任務部隊の上陸及び撤収を行った。カイマンは8月10日にスクーナー一隻を撃沈したほか、8月3日にセレベス島、ケンダリ近辺に特別任務部隊を上陸させ、8月9日にはジャワ海に浮かぶせから自慢にも特別任務部隊を上陸させた。8月19日、カイマンは28日間の行動を終えて、 スービックワンに寄討した。スービックワンを後にして、西海岸に向かった海マンは、1946年には、サンディエゴ、グアム及び、真珠湾から活動を行った。1947年には、シアトルを出港し北極圏へ巡航した。その後は、シアトルを拠点とし、予備役訓練艦として活動する。 1951年4月23日に、メアアイランド海軍造船所で、グッピー回収が開始される。その後、真珠湾とサンディエゴを拠点として、海マンは18ヶ月の間隔で沿岸での活動と、極東での艦隊訓練を交互に行った。1957年の巡航では、日本、フィリピンに加えて、オーストラリアのブリスベンを訪問した。その後、 カイマンは1972年6月30日に退役、同日除籍され、相互防衛援助計画の下トルコに売却された。1972年8月23日にトルコに到着し、翌日、ドゥムルプナルとして収益した。同盟の潜水艦としては3隻目であった。ドゥムルプナルは、ダーダネルス海峡で、ロシアの貨物船。 シック・ボービロブと衝突した。場所は、先代のドゥムルプナルが失われた地点からちょうど28回り北の海域であった。幸いにも乗組員は艦を浅瀬に座礁させることができたため、それ以上の被害を防ぐことができた。カイマンは4度の紹介のうち第4回が成功とみなされた。カイマンは、第2次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。 ありがとうございます。